ちょっと話す人物は最後に入れるので言わないで話しますね。タイトルがですね、画家を目指したドルフっていう話。今回の都市伝説なんですけど、まあ、正直にちょっとね、詳細が曖昧でわからないんですよね。この話をするにあたっていろんなお話見たりとか資料を見たりとかして、僕が一番好きだったところから抜粋して話すっていう感じになるんで、1889年オーストリアで生まれたドルフ、幼少期はあんまり賢くなくて小さくて弱々しく、病的な外見から来る劣等感で耐え難い思いに苦しんでいたと。関税の上級事務官だった父のおかげでお金持ちの家柄だったと。1903年に父親が亡くなって多くの、ね、財産分与を得たドルフは、1907年18歳で画家を目指して芸術の都ウィーンっていうところに行くんですね。ドルフはウィーンでポストカードや家屋風景画とかを描いて売って生活していたんだけど、その絵を仲介人が仲介して売っていたと。その人の名前が仲介商人のハーニッシュ。このハーニッシュはお金にね、めちゃくちゃ意地汚いやつなんだけど、街の人に顔が利いてドルフは仕方なくビジネスパートナーとして一緒にいたっていう感じになりますね、うんうん、ドルフがね描いた絵の中で彼自身が気に入っていた絵があって、これがね、うん、ステファニーの肖像画っていうんだけど、これはねドルフの初恋の人を描いたものなんですね。幼少期のドルフっていうのはね、内気でこの人に恋焦がれていたんだけど、まあちょっとね恋は叶わずに、その時の思いをこの絵に描いてずっと大切にしていたと。そんなある日ね、ステファニーの肖像画がね買い手がついて売りに出されることになるんだけど、相手はね銀行の会長で、提示金額の倍を出すって言われたのね。ドルフはね乗り気じゃなかったんだけど、うん、生活のためにやむなしにステファニーの肖像画を手放すことになるんだよね。無事にね取引が行われて、帰り道で仲介人のハーニッシュとお金を分けていた時にお札がね1枚多かったんだって。ハーニッシュはボケたっていう風に喜んだんだけど、ドルフはいや、このお金は返しに行くって言って銀行の会長の元に戻ることになるんだよね。で、屋敷に戻ったドルフが見たものは、なんとねステファニーの肖像画をナイフで切り刻んでいる会長と、行方不明になっていたステファニーの姿だったんですね。ステファニーはね陸軍将校と結婚していたんだけど、戦争で夫がね死んでしまっていたんですね。で、その会長がステファニーを一目惚れして、ステファニーを、ね、お金の力で無理やり結婚したんですよ。で、この会長がねめちゃくちゃ嫉妬深くて絵にすら嫉妬してたんで、ドルフが描いたこのステファニーの絵を他の男に見せたくないという嫉妬心からね、描いた絵を買ってで、他の男の目に止まらないように処分してたんですね。会長はね、ドルフにね、お前は生活のためにこの女の絵を売った。この女は金のためにわしのことに来た。愛なんて所詮は金で買えるんだっていう風にね、言ったんですね。ドルフがね、怒ってステファニーを連れ戻そうとして、手に触れた瞬間に会長がね、他の男に触られたということで怒って、ステファニーをね、焼き殺してしまったんですね。怒ったドルフは会長とね戦うことになるんだけども、屋敷に放った火がね燃え移ってしまって全焼してしまったんですね。命かながら屋敷から逃げ出したドルフは、燃え盛る屋敷を目の前にただね悲しみと怒りに打ち震えているだけだったんだね。屋敷にねハーニッシュが戻ってきたんだよね。何があったんだドルフっていう風に言ったんですよね。したらドルフはねこう言ったんですよね。俺はお前らを許さない、生涯かけてお前らを根絶やしにしてやるっていう風にね言ったんです。で、ドルフっていうのは実はね、名前の略称で、本名はね、アドルフっていうのね。で、彼の名前は、アドルフ・ヒトラー。ヒトラーの一家については、謎が多くて、本人も、私は自分の一族の歴史について何も知らないと。私ほど知らない人間はいないっていうほど、まあ、謎多き人物だったということですね。でね、実はね、このハーニッシュも、この銀行の会長も、ユダヤ人だったんですね。でもね、だったんだけど、まあ、一説によると、ヒトラーもユダヤ人だったり、ここら辺はかなり事実関係が曖昧な部分があって、事実と異なる部分があるのかもしれないんだけど、いろいろ参考文献みたいなのを見てた中で、僕がね、一番気に入った話がこれだったのね。このネタのね、話の元ネタっていうのは、実はね、漫画なんですよ。これを書いた人が、永井豪のね、デビルマンなんです。デビルマンの中で過去にタイムスリップして歴史の謎を紐解いていくっていう話があるんだけど、この中の一作品の中にこのヒトラーの話が入ってたんですね。まあもしねよかったらデビルマンの中に入っているこの話をちょっと見てみてほしいなっていうふうに思って